どうも66組のケメラジと11とフェチです。はい、ということでこの並びはまた懐かしいというのか誰も懐かしいね。全く懐かしくない。懐かしくはないですか。まあちょっとね、穴番の時ではね、たまにね、まあ中当たったりもしてたので、そう、日本のワールの方でね、今回私が担当することになったんですが、はい、ということで引き継ぐことにいたしました。なりましたので、はい、フォノワ担当、フォノワ、はい、よろしくお願いします。初めての人、して、はい、まあ変わらずね。うんうん、そう。考察のスタイルは今までと変わらず、はい、そう、みんなで考察して、ね、お話をして、うん、まあ、直前直後考察というのをやっていくので、うん、まあ、引き続きね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということで、じゃあ早速、まあ、日本のワールは毎週日曜日の夜10時半から日本テレビ系列で放送されてまして、はい、僕たちの動画はですね、その放送翌日の朝10時半に直後考察というのを出してまして、で放送日の前日の土曜日にはですね、直後考察についたコメントをまとめて再考察した直前考察動画というのを上げてますので、直前と本編と直後の3本立てで見ると日本のワールの黒幕が分かるとかね、分からないとか、おい、ところもそこでするからっていうのね、ありますのでね、ぜひぜひね、最後まで見ていただければなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。そうね、日本のワールも前回の4話、うん、もうかなり盛り上がってきて、うん、内容触れると、まあ、日本のワールっていう警察の地下組織の、うん、っていうことが判明したり、うん、あと本編のそのフラッシュバックとかじゃなくて、ちゃんとその物語の中で、あの日本のワールマークっていうんですか、うん、NN マークがちゃんと劇中に登場したりとかいう展開があって、うん、かなり動きがね、あった回だったので、うん、正直3話までは今だから言うけど、うん、不安でした。結構ぶっちゃけだね。言うんですよ、でもそれは逆に言ったら、うん、4話が本当に面白かったことの裏返しだから。いや、まあ本当そうですよ、うん、そうですよ、かなりね、期待できますよね。遅くないよ、今から。いや、全然遅くない。むしろ早い、うん。ああ、そうだね、名言だね。そう、で、まあ明日のね、5話で一応、まあ、第1部、ね、まあ、半分ですかね、うん、が完結するっていうことで、うん、まあ、またいろいろ分かってくることもね、増えると思うので、まだ引き続きね、このまま楽しんでいきましょう。はい、ということで、まあ、ちょっと第4話のね、前回話したことをさらっとおさらいするんですけども、まあ、さっきもね、話したけども、まあ、NN マークの、あの、ヒント動画みたいなのにもね、はい、映ってた、あの、NN マークの正体が判明というか、うん、まあ、まあ、あれを、あの清春にね、ガスマスコとかを見せたことで、うん、清春がなんかうわってなって錯乱してしまったりだとか、うん、まあ、あとは、銀行強盗のアジトが、強盗団のアジトにあったり、はいはいはい、あとあの薫が死んでいた山小屋にもそのマークがあったり、だからどういう、まあ、結構重要な場所についてるっていうのはあるんだけど、ね、うん、日本のワールのマークでしたっていうことは分かったよね。まあ、そこそうね、それっていうのは分かったんだけど、そう、なぜあそこについてるのか、また誰がそれをつけたのかっていうのはまだ分かってないっていうところですね。その日本のワールっていう組織は一体誰なのかっていうか、何なのかっていうのもまだ分かってなかったり、まああとあれか、ガスマスク男の正体っていうのも結局誰なんだって、まあこれもコメントでね、 あの人なんじゃないかっていうのもいただいたので、この後、話していきたいと思うんですけども、まああとは何といってもね、最後に勝樹の父親が清春だっていうことがね、その清春のフラッシュバックというか思い出して、薫さんのね話を思い出して、そういったところになるんですけども、これもね本当なのかっていうところではあるよね。なんか割と本当にそうだったらかなりの一応あるけどベタ展開というか、まあなってきちゃうじゃん。だってね、理由だって1話で出てきたね、引き受けた子供が実は子供だったって、自分の子供だったっていうのはかなり王道なあれですけども、まあそれにまつわるね経緯とかによってはかなり面白いことにはなってくるのかなっていうふうには思うんですけども、まあちょっと詳しくはね、また4話の直後考察を見ておさらいしていただければなというふうに思います。はい、じゃあということでね、早速4話のね直後考察についた皆様からのコメントをちょっと紹介して終わりにしたいと思います。でちょっと今もね話したんですけども、その、まあ、ガスマスクの男もそうですけども、こいつが怪しいぞっていうのがね、かなりいろんな方からコメントいただきまして、乙女チックジタバタさん、やはり名越は怪しすぎます。名越はいろんなことを知りすぎている。4話で一番気になってたのは、名越が清春に課長はエクニさんと相対しました。西町洋人
に行くって言って的なことを電話伝えたシーンです。普通に考えて南部とエクニが他の捜査官に遊園地に行くから相対するというとは思えません。でなのでワンボックスカーの中で盗聴を聞いていた人物は名越なのではないかと思いました。また1話の最後で清原の自宅が警察に囲まれていることを名越がなぜか匂いで気づいたり、4話でも同じく名越が匂いで勝木の存在に気づいたりと名越の嗅覚が異常に鋭い描写があります。それは名越が誰かの犬であることを表しているんだと思いました。以上から名越は黒幕の手先なのではないでしょうかっていうのねコメントもあったりで、それの、まあ、返信で、まあ、その盗聴していた人物とガスマスクは同一人物の気がするのでどちらも名越って可能性もありそうですよねみたいな話もなってたりして、まあちょっと確かにね言われてみると名越怪しいっていうか、うん、確かになんでそれを南部的にかそれをね言ったのか言わないじゃん2人とも絶対、うんうん、でなんで知ってたのかっていうところもあるし、で確かに盗聴をねあの南部の椅子の下にね、はいはい、結局盗聴器がまたつけられてて、まあ、あれもちょっとね誰がつけたのかっていうのが微妙なとこであるね。南部がわざと誰かに聞かせるために、えでもさ一回発見したじゃん。でもサイモンをおびき寄せるためって言ってたじゃん。あそうかそうか、あじゃああれは盗聴器はサイモンが何らかの形では聞いてるんじゃない。だって、うん、サイモンあの結局さ、あのあそうかそうか、写真に証拠も写ってるからやみたいなことを言ったけど、うん、その写真に証拠はの部分は、うんあの南部のふっかけだったっていうことが、ああそうそう嘘じゃなければ、うん、後の証言で分かったじゃん、最後もおびき寄せるためのって言ってたから、まあまあうん、だから、まあ、名越氏が聞いてるかどうかは別にしても、うん、サイモンのには渡ってるよね、いずれにせよ。だって聞いたっぽいし、ああ、まあ、そうだね、確かにね、来てたってことだ。だからあの公安が仕掛けた可能性もあるのか。公安仕掛け盗聴器、うん、でも公安とはもうさ、サイモンってそんなにじゃもうちょっとね、うん、もう決別した感はあるよね。まあ、そうかそうか、もう一匹狼に近い。うん、最後わけわかんない。ちょっとね、まだ各々の立ち位置というか、うん、がまあちょっとね、ごちゃごちゃしてるのでわからないんですけども。ガスマスク男が名越っていうのも言ってるこの人。あ、言ってる言ってる言ってる。で、背丈的に。背丈的にはそうなんじゃないって人多かったよね。うん、あそうそう、まあまあ。あとなんか、ね、そのあとまあ戦闘力も名越と同じ。ぐらいの気がするしっていうのもあってて、まあ、確かに清原にはあの勝ててなかったしね、まあ、結局あの最後のあれで逆転はしたけど結局押されてたし、あとちょっとその初めてガスマスク男がそのさーって通るのが映った時ちょっとそのなんか軽やかな歩く感じがちょっと名越っぽいねみたいなね話もしてたじゃん。そうそう、だから確かにね名越感はあったし、あとまあその例の下痢をしてるっていう描写っていうかその発言もね結構何度かあったりしてて、それもなんだろうカモフラージュなんじゃないかなっていうのね。下痢は本当は嘘で、まあ、遊園地に行ってたかもしれないですよっていうのも、確かにあの時名越はね何してたかっていうのは全然わからないので、あと結構またいただいてたのが、花さん。カオルが殺された日に、カツキと南部が病院に行って撮られたポラロイドの後ろに映ってる男2人が怪しすぎる。前に宮城と木原が病院に検診していた時と同じ検診器を着ているので、検診中という体だと思うが、公安の手下が何かなのか、それとも日本のワールなのか。うん、前の宮城と木原のシーンもなんでこのタイミングで検診来ると思ってたので、なんか今回のことで意味がありそうだなと思う。そう結構その、まあ、検診動向は置いといても、やっぱそのポラロイドの、まあ、に映ってた後ろの男2人が、なんか確かに、まあまあ、なんか、印象的に映ったようには見えてたんだけど、まあ、それも難しいところだよね、まあ、ちょっと。綺麗に歩いてた。これに逃がし感もあるもんね。まあまあ、まあ、まあそうだよね。そう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 。だから、ちょっと、うん、まあなんかいろいろあの、まあ、ポラロイド、そもそもポラロイド撮られた感じもあれもすげえなんか自然というか唐突、あの少年がすごいのね、なんかねタタタラってきてなんであの人らを撮ったのっていうのもあるし、そういうのしないだからね、しないよ唐突にポラロイドは撮らないですけども、まあちょっと確かにねあの二人引っかかったっていうのもね結構コメントいただいてたので、来るはわかるけどとなまあね、どうぞ怪しい人見つけてくださいって言ってるかもあ、まあまあなんかそうそうそう、もうそっちな感じもするけどね、うん、ちょっとこれは全然なんかフェイクというかあんま関係ないのかなって気もするけどね、結構いただいてたんで、まあ、今後分かるのかどうなのかってとこですね、うん、でこれちょっとね一応触れとこうかなっていうのがありまして、リリーさん、演出上の問題なのかもしれないのですが、エクニカ撃たれた時の出血量と比べて本庄の出血量が少なすぎて実は死んでなくて社会的に死んだこと的なことなのかと思いました。カオルも同じように清原が死体を見つけた時は濃いメイク、
南部たちがいる時のカオルの視点は薄いメイクになっていました。なんだか3年組でもありましたが、死んだように見せて死んでない展開もあるのかな。ちなみにカオルが清春に勝樹の話し合いをした時、これまでしてなかったのにオレンジのネイルもしてたのも少し気になりましたということで、まあまあ確かにその、はい、なんだろうな、まあ結構1話の時からもそのカオル死んでない説みたいなのも、うんうん、で結構メイクのあれが違うんじゃないかみたいなね、まあコメントも前もいただいてたりはしたんですけども、うんうん、そうやっぱりその確かに、まあ、3A でも本当にね、それ先生が殺したように見えて実はねみんな生きてたっていうようなこともあったので、うん、結構無茶っちゃ無茶だったもんね。まあ結構無茶だったね。なんかあの急になんだ血のりみたいなのをパッて入れてそれをシャッてやって死んだように見せてみたいなのねあったりとかしたから、まあそういう的なことなくないかもな、なくはないかもしれないけど、でも確かに誰かしら死んだと思わせといて生きてるみたいな線はあるかもしれないけども、でもそうなってくると誰が何のためにっていうのもあるし、まあそうそうそうもあるし、本庁は撃たれたとこが出てるっていうのもあるし、まあまあまあそうだね、それもあるし、まあちょっとね今後もまたやっぱりそのなんだろうな、まあちょっとねメイクとかそういう部分っていうのは結構そのね、まあそれこそねあのあなたの番ですとかでも髪型がちょっと前後のシーンで違ったりとか、はいはい、メイクがちょっと違ったりみたいなのとかね、そういうのもあったりしたので、ちょっとその辺は多分今後もね出てくるかもしれないので、うん、もしかしたらあんま気にしなくていいのかもなっていうことはここで一応ね言っときます。はいはい、次のコメントが JNAL さん、Look at me で清春はあだつれるのなカオルは清春に自分を殺させたとかないですかね。そもそも組織がカオルを殺したくて清春を犯人に仕立てたいのならカオルを殺させる予定で清春に命令、殺したところを捕獲して犯人にすればいいのに、あの場には2人だけだった、カオルの記憶をなくしたのもカオルの Look at me からの指示なのでは、清春に罪悪感を抱かせないためとか。でもさ、 Look at me、うん、誰でも使えるってなったら、うん、ルックアットミーって外国人と喋っちゃったりしたら下手したら見てるまあまあまあ旅行中とか、まあまあ確かにね、ルックアットミーって割と頻繁に使われる言葉が、キメロジェとかがいない世界でね、キメロジェとかだったらさあ、まあ、出てこない言葉じゃん、まあまあまあそうだね、呪文的な言葉だね、うん、なるけど、でもルックアットミーって見ろ、下手しそう、下手したら出てきちゃうよ、うん、まあ確かにね、特定の人物が使えないとかじゃないと結構リスキーな呪文とかではあるけども、今何ルックアットミー、私を殺して記憶も飛ばしてって言ったの長いでしょ、ヘイシリじゃねえ検索されるヘイシリじゃねえそのぐらいのなんか分量あるよねルックアットミーカレー作りました新しい携帯の話も、そうだよね、あの場にね、あの二人がっていうのがまだねやっぱ見えてないところではあるし、なんで殺させたんだ、別に自分で、その理由なら自分で自分撃ってもいいんだ、カオル、だからそこのさ、もう人間関係が結局もう全く不明瞭だからさ、そうなんだよ、分かんないんじゃない今、そうなんだよね、ルックアットミーされた時のってか、された直後の清春っていうのはどう感じてんだろうね、いや、うわーってなってさ、うん、あ、またルックアットミーで俺なんかなってんな、なのか、あルックアットミーって言われたことも忘れてるのか、確かにね、それとも実はそのルックアットミーが何なのかも知っててやってるのかとか、うん、謎じゃないそこもなんか、まあ、そうだね、そのなんか 前後というかの描写がね、なんかふわっとしてるというかね、3話のルックアットミーに関しては打つのをやめて上にチキショーみたいな打ってる、うん、あそうだね、だから別になんかなんつうの、まあ自我は消えてないもんね、そう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 いうことだよ、ね、そうか、ってことはなんだろう、ルックアットミーっていうのが何なのかっていうのも薄々は知ってて抵抗できてないっていう線が一番強いのかな、じゃ あまあそうだよね、確かにね、言わないでと思ってんのまた言われちゃったほらもうダメなはい、次、最後ですね、三星さん、エンディングの話で、うん、そう今回のエンディング、工藤さんと杉本さんが名前の反転2回、栄心さんは真の文字が黒く変わり、前回反転していた井浦さんと北村さんが反転してませんでした。で、この回の怪しいと思われる人の名前を反転させて文字で表しているとしたら、今まで怪しく感じさせてなかった工藤さんの演じる名越さん、名越が実は仮面の男で日本のワールのメンバーが気がしました。そして江尻さん役騎士は悪に再び染まってるのかもということで、そう確かにこれ確認してみたら、そうそのと反転してってっていうのがあって、で本当に江尻さんの文字が黒く変わってる、それ前回なってなかった
ったんですよ。だからその結構でもね、皆さんのその文字がなんかパパパパってなったりとかしてるから、うん、あんま気に留めてなかったんですけども、あの指摘してくださったとこ見比べたら確かにそのように変わっていたので、まあ何かしらの表してるのかなっていうのがあって、まあ確かになんか今回フューチャーされたね、まあ、杉本哲太さんの名前がね変わってたり、まあ、英心さんもまあまあ出てきてはいましたけども、文字が黒くなって、で明日の5はベルムズっていう名前の回ですから、うん、結構ね重要な役回りをするとは思うし、うん、3A でも出てたね元恋人役の今田美桜さんがね、うん、また再登場されるということで、まあ、結構騎士にもかなり動きが死ぬのかな、死ぬのかな、なんでさ英心さんってキャストチャートにいないんだよね。あ、確かにね、公式のねホームページのところにエイジンさんセリナとかいろいろ出てるもん、まあ、そうだよね、めちゃくちゃ出てるけどね、めちゃくちゃ出てるね、エイジンさんツワッキイガーンって覚えてる、エイジンさん知ってる、そうなの、エイジンさんの名前ツワッキイガーンって覚えてる、ツワッキイガーン、ほんとだほんとだ、あーいいね、説明少なかった、大丈夫、今ので伝わるの、伝わるのそう、はい、ということで、まあまあまあ日本のワールもね、まあ折り返し迎えたということで、どうなんだろうということでね、まあまあ本当に、うん、ちょっと気になる、展開が本当にどうなるんだろうね、うん、じゃあ5話6話は、まあ、今までもそうですけど5話6話はかなり日本のワールの全体像が多分ね、うん、やっと見えてくると思うので、これは皆さんねぜひチェックしてほしいなというふうに思います。はい、はい、ということでね、日本のワールは毎週日曜日夜10時半に日本テレビ系列で放送してまして、で僕たちの動画は放送翌日月曜日の朝10時半に直後考察をアップしてまして、でその直後考察のねコメントをまとめた直前考察動画というのを、放送前日の土曜日にアップしてますので、ぜひね3本まとめて日本のワール楽しんでいただければなというふうに思います。で僕たちはね考察動画以外にもいろいろ企画動画とかもねやったりしてますよね、ね、はい、してますのでぜひぜひね、うん、見て、うん、見てください、遅いなね、指示でね見てみてください、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということでね楽しんでいきましょう、はい、日本のワール、はい、楽しみましょうね、はい、楽しみましょう、はい、はい、ということで以上ロクロックビューでした、ご視聴ありがとうございました。僕たちはね SNS やサブチャンネルもやってますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください、はい、ということで11、なんで、はい、第5話、うん、ベルムズに一体何が、じゃんけんで負けたやつ、左の脇、永久脱毛。